はい、一発合格テレビの岡です。今回は比較認識法で社労士プチ講義雇用保険の1回目見ていきたいと思いますね。この雇用保険、意外と苦手な人がいらっしゃると思いますが、体系がねしっかりしてますから、比較認識法でバッチリ整理するとですね、絶対ね高得点が目指せる科目というふうに思いますよ。で、雇用保険はこちらにある通りですね、まずは選択式で1問丸々出題されますね。で、あとは択一式で7問出題されます。この雇用保険は全部でですね7フレームでお話をしていきます。今回は1回目ということで1フレーム目から3フレーム目まで見ていきたいと思いますね。で、いつものようにですね100円ダウンロードやっておりますので、備考欄参考にしていただいて、ホームページ見ていただけるといいかなというふうに思いますね。それでは始めていきますよ。はい、それではねフレーム1見ていきたいと思いますね。求職者給付です。いわゆる失業等給付の中の一発目、求職者給付というのは一番メインの給付と言ってもいいと思いますが、まあ一言で言うと生活保障の給付ということになりますよね。求職活動している人がですね落ち着いて仕事が探せるようにですね、まあ、最低の生活保障をする、これが求職者給付ということになると思いますね。で、求職者給付だけですね、ここにある通りですね被保険者4人いますけど、4人ごとで給付が変わってくるというところですよね。必ず択一でも出題されるということになります。で、まずは表の中、いっぱい被保険者見ていきたいと思いますね。それぞれ4人の被保険者、まず定義がパン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 と出てくる必要があります。ただいっぱい被保険者はですね、まあ、定義がないようなもんでね、65歳未満で他の3人以外の人みたいなね、そんな書き方をしてますから、まあ年齢で言うと65歳未満メインの保護対象者、一般被保険者、この人が受給要件を満たした人を受給資格者と言いますよね。まずここいいでしょうか。で、受給資格者さんの、ね、求職者給付として4つありますね。基本手当と傷病手当と技能習得手当、技能習得手当の中に受講手当と通所手当がありますね。あとは寄宿手当ということになります。この中で一番もちろんメインはですね、言わずと知れた、ね、基本手当ということになりますが、基本手当についてはね次のフレームでお話をしますからね、それ以外のところちょっと確認していきたいと思います。まずは傷病手当、まずパッと傷病手当の時に何をイメージしてほしいかというと、休職の申し込み後にですね怪我とか病気をした場合で、継続15日以上職業に就くことができない場合、まあ支給額とかはね基本手当と一緒とかね、支給日数以上は支給されないとかですね、まあそういったポイントも当然思い浮かべられる必要がありますが、休職の申し込み後っていうところがねやっぱり一番忘れちゃいけないポイントだと思いますね、私はね。で、あとは傷病手当とですね受給期間の延長とか、いわゆる証明書による失業との認定との関係ね、これもさっき言った通り、受給期間の延長っていうのは傷病手当でもらうんではなくて、基本手当で後からもらうということなんですけど、休職の申し込み後の傷病でなければ、これはですね引き続き30日以上待って受給期間の延長でしかありえませんよね。あとは証明書による認定っていうのは15日未満の場合はね、次の認定日に証明書を出して認定もらえる場合があるというところでしたね。しっかりと関係つかんでおいてくださいね。あとは技能習得手当および寄宿手当、これは当然公共職業訓練に関連するものということになります。これは基本手当と一緒に基本的に支給されるものだという認識をしてもらったらいいですね。ただですね1点だけね、基本手当は出ない場合でもですね技能習得手当、ね、寄宿手当が出る場合があり得るんですけど、まあ、この辺まで手が届くといいですね。事故の労働による収入のが得れる場合ですけどね、まあ、その辺の関係まで抑えられるといいと思いますし、あとはですねこの技能習得手当、寄宿手当と傷病手当という概念は両立しません。これもしっかり意識してください。つまりもう公共職業訓練を受けているということは傷病手当は絶対出ませんからね、まあ、この辺の関係もしっかりとね掴んでおいていただけると理解が深まると思いますね。で、2点目はですね高年齢被保険者、まあ、65歳以上で働く人ですけど、まあ、今年からですね特例高年齢被保険者っていう方がねいます。雇用保険改正点がよく出ますから、ここしっかりと押さえておいてくださいね。一箇所ではですね所定労働時間週20時間未満ですから被保険者なり得ない人ですけどね、2箇所以上で働いていまして20時間以上になる人、自分が申し出をして被保険者になれるというね形です。しっかりと特例高年齢被保険者のところ確認をしておいていただければと思いますね。で、この人がもらう、ね、受給要件としては基本手当と基本的に一緒です、まあ、ただ基本手当の、まあ、支給要件でいうと、まあ、特例と一緒と言ってもいいでしょうかね。
あとは時給期限という言い方をしますが、これは延長されませんよね、まあ、そういった特徴があります。あとは支給額についてもね、これは基本手当日額、算定基礎期間1年以上か1年未満かで変わってきますが、30日か50日分、ね、こういった数字のところもパンと出てくるといいですね。で次に短期雇用特例非保険者さん、短期雇用特例非保険者さんの受給要件を満たした人なんて言います？特例受給資格者と言いますからね、はい、あの特定受給資格者と間違える人いるんでね、特例受給資格者と言いますね。でこの人はですね、まずね、要件的には高年齢受給資格者と一緒なんですけど、ただここにも書いてありますが、非保険者のね期間の特例、これすごく重要な話ですよね。歴月単位で見るっていうね、あれ忘れないようにしておいていただければと思います。あとは受給期限もですね6ヶ月ということで、高年齢求職者給付金と違いますからね。あとは支給額、これ特例一時金と言いますよね。特例一時金は基本手当日額の30日分というふうに条文になってますけど、一応当分の間40日ですから、40日で覚えてもらっていいと思いますね。最後が日雇い労働非保険者さん、この要件を満たした人を日雇い受給資格者と言いますよね。日雇いさんだけは他のねところとは全然違ってですね、扱いが全く違う。でこの日雇い労働求職者給付金についてはですね、普通給付と特例給付2種類ありますから、そこもねしっかりと分けておく必要がありますね。普通給付の要件はここに書いてあるように、その失業した日の属する月の全2ヶ月間に通算して26日分以上で、特例給付はですねその3倍というイメージでいいですね。継続する6ヶ月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上。あとは普通給付と特例給付、普通給付っていうのはどこのハローワークに行ってもいいですよね、うん、で支給日数なんかも確認をしておいてください。特例給付は、まあ、一言で言うと基本手当のようにもらいますから、これ管轄の公共職業安定所が事務をしますからね。でその辺のところもしっかりと比較して押さえておく必要があるかなというふうに思いますね。1点目は以上です。はい、それではねフレーム2見ていきたいと思いますね。いよいよ基本手当に入っていきたいと思います。基本手当についてはですね、まず基本手当を受給する手続きの流れ、しっかりと頭に入れる必要がありますね。で出てくる行政機関っていうのは、もうこれはねハローワーク公共職業安定所しかないわけです。それが所轄なのか管轄なのかっていうところがしっかりとねイメージできますかね。整理するとこんな形になります。まあ、いわゆるね、所轄公共職業安定所っていうのは、被保険者喪失届を受理するところでありますし、あと離職票を作成するのも所轄公共職業安定所になりますかね。で、重要なのは管轄で言うと、受給資格の決定、あとはもう大体管轄で手続きをしていくことになりますけどね。まあ、そういったところをしっかりとイメージ、流れの中でこういう形で整理しておくと分かりやすくなると思いますね。2点目はですね、被保険者機関と算定基礎機関。似たような名前しっかりありますけど全然違いますからね。まず被保険者機関、被保険者機関は一番下のところにも書いてありますが、これ算定対象期間の中で基本的に見ていきます。算定対象期間っていうのは原則離職日から2年間遡った期間、これが算定対象期間でしたね、原則ね。その中で見る期間が被保険者期間で、もちろん被保険者期間っていうのは被保険者であった期間とは違いますよね。ここしっかりと意識してください。すなわち原則で言うと、賃金支払い基礎日数11日以上か、それをね、満たせない場合にね、80時間以上の場合もね、被保険者期間として拾っていくようになりましたね。まあそういったところをしっかりと理解しておく必要があります。算定対象期間の中で被保険者期間っていうのが出てくると。で、被保険者期間はどこが出てくるかというと、まあ受給要件のところと、あと賃金日額のところでもね、被保険者期間っていうのがね、出てきます。これに対して算定基礎期間っていうのはまさに被保険者であった期間なんです。いわゆる会社の全在籍期間が被保険者期間になって、これがメインで影響するのは所定給付日数になりますね。その辺のところをしっかりと整理しておく必要がある。で、最後にですね、被保険者期間と算定基礎期間通算される場合違いますよね。ここもしっかりと押さえていく必要があります。被保険者期間の通算はもちろん算定対象期間の中でということですけど、前の離職の時にね、受給資格と取得していない場合だけ通算されますからね。基本手当を実際に受給したかどうかは問題になりません。これに対して算定基礎期間の通算は離職後間が1年以内でかつ基本手当と受給していなければ通算しますからね。ここも違うところ、一番基本的なところですが、まあ、こういう形でしっかりと頭整理しておいてもらうといいと思いますね。で最後でですね、認定日の変更の申し出と証明書による失業の認定の問題です。これ何の問題ですか？いわゆる認定日、失業認定日っていうのは基本的にハローワークがですね4週間に1回こう決めていくわけです。
その時に行けない場合です。いわゆる認定日の変更の申し出っていうのが事前に行けないということで変更してもらう。証明書による必要の認定というのは事後に行けなかった理由で証明書を出して認定してもらうという事後のパターンとね、2つありましたね。この2つはどういう場合に認められるかっていうのが非常に重要で、ね、どっちが広いですか。当然事前に変更する場合ですね。で、事後の認定というのは非常に厳格に定められてますよね。制限されてます。その辺の関係しっかりと押さえておいてくださいね。で、よく試験で出るのはここのポイント。ハローワークの紹介による求人に面接する場合とそうでない場合でね、認められるか認められないかというところね、これ大きなポイントになってきますね。そういったところをパンとね、こういう形で整理しておくと分かりやすいと思いますね。まずは基本手当1以上にしたいと思います。はい、それではね、基本手当の2見ていきたいと思いますね。まずは賃金日額と基本手当日額見ていきたいと思いますね。賃金日額、まず出し方ね、しっかりと計算式パッと思い浮かべられる必要がありますね。180で割るという言い方をしますからね。基本的には6ヶ月単位で見ていくわけですが、この賃金日額は何のために出すかというと、基本手当日額を出すために出すわけですね。ですから賃金日額、幅で言うとね、最低限度額は1種類、最高限度額は年齢に応じて分かれていました。65歳まででね。なんで65歳までかっていうと、当然基本手当をもらう人は一般被保険では受給要件を満たした受給資格者ですから、基本手当をもらう人が65歳未満の人だから、基本的にということなんだと思いますね。で、基本手当日額っていうのはその賃金日額に一定の率をかけることになりますが、60歳未満だと 50% から 80% の幅ですよね。で、65歳以上65歳未満は 45% から 80% の幅で支給されますね。幅でいいです。覚えておいてくださいね。あとはその後、受給期間と所定給付日数の関係、この辺もね、テキストに当然ね、表になってたりするので、まあここでは割愛してますけど、まあ基本的に離職日の翌日から1年間、これが受給期間です。所定給付日数、たくさんいろんな種類がありますけどね、一般の場合と特定受給資格者と就職困難者、3つありますね。この所定給付日数は絶対抑えないといけないですよ。特定受給資格者だけがね、ちょっとめんどくさいですけど、まああれはね、単純に試験で聞かれますから必ず押さえておく。で、その受給期間と所定給付日数の関係っていうのも押さえてますかね。ここに書いてある通り、いわゆる受給期間原則1年間までは、所定給付日数300日までは1年間でもらってくださいという関係がありましたよね。すなわち所定給付日数の中で300日を超えるパターンっていうのは2つしかありません。330日と360日、2つだけです。この2つのパターンの時に、330日の人だったら1年間に30日受給期間が延長されるし、360日の人だったら1年間に60日延長されましたよね。その辺の関係しっかりと掴んでおいてくださいね。最後、延長給付と給付制限の関係というところですね。この延長給付って苦手な人いるんです。一言で言うと延長給付って何ですか？これは所定給付日数以上もらえる場合なんですよ。これがですね、大きくですね、訓練延長給付と個別延長給付と広域延長給付と全国延長給付と、ここね、書いてある通りですね、時限措置というか、今撮影している段階でいうと令和4年3月31日までになりますが、地域延長給付、こういった5つの延長給付があるということですね。で、この延長給付のその優先関係みたいなこともね、出たりしますが、だいたいメインで出てくるのはこのね、いわゆる積極的な就業意欲に欠ける場合の就業制限、いわゆる就業制限のところでこの延長給付よく問われるんです。この関係をこういう形でバッチリ整理しておくといいですね。すなわちですね、積極的な就業意欲に欠ける場合、大きく3つあります。3つ、どういう場合かというと、紹介する職業を拒む場合と、指示した公共職業訓練を受けない場合と、あとは必要な職業指導を受けない場合ね、こういったやる気のない3つの場合、この場合で通常の受給資格者と基本的な延長給付の人、こういった人で扱いが違いましたよね。すなわち通常の受給資格者は指示した公共職業訓練を拒む、こういう場合は拒んだ日から1ヶ月間基本手当を支給しないというね、形になります。で、必要な職業指導を拒むと、拒んだ日から起算して1年を超えない範囲で基本手当は支給しないと言いますが、まあ実際は1ヶ月ですけどね、まあこういう形で抑えておく。これに対して延長給付でもらってる人は、いわゆる特別にもらってるわけですからね、そういうやる気を見せない場合は全て以後支給されませんよね。この関係しっかりと押さえておく。で、そこで一番のポイントは、全ての延長給付だけじゃなくてですね、ここにも書いてある通りね、待機中及び受講中の訓練延長給付は受給資格者と同じグループになりますからね。いわゆる終了後手当と言われてるね、受講後の訓練延長給付、
あとは個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付と、今だったら地域延長給付、こういった特別な場合としっかり分けて、訓練延長給付が2つに分かれるというところがこの扱いね、ポイントになるところですね。しっかりとここら辺も整理しておく必要があると思いますね。2点目は以上です。はい、それではね、フレーム3見ていきたいと思いますね。特定受給資格者と特定流離職者1と2というふうに書きました。ここも必ず比較して違い押さえておいてくださいね。特定受給資格者は選択でも択一でもですね、細かいやつね、よく出ております。特定流離職者については定義とかね、そういったところ、これからもね、選択式択一式十分出る可能性がありますから、しっかりと整理しておきたいところですね。でまずは特定受給資格者と特定流離職者1、ここで言う特定流離職者1っていうのは、いわゆるですね、期間の定めのある人で契約更新希望したにもかかわらず更新されなかった人で、この人と特定受給資格者の違いっていうのをしっかりと分けてください。実は期間の定めのある人で契約更新されない人、こういった人も特定受給資格者にもなり得ますからね。違い、こういう形になると思います。すなわち、ね、期間の定めのある労働契約更新によりね、3年以上雇用されて更新されなかった人、これで離職したら、これ特定受給資格者になりますからね。3年以上更新されて3年以上経ってる、それで更新雇い止め食らった人は、これ特定受給資格者になり得ます。あとは期間の定めのある労働契約が更新されることが明示されていた、つまりもう確約されてたんですね、更新絶対しますよ。その時に更新されなかった場合は、これ1年目でも特定受給資格者になり得ます。これと特定流離職者1の人の違い何でしょう。1の人っていうのは、本人が更新を希望していたにもかかわらず合理に至らなかった場合というふうに書かれているということは、やっぱ3年未満ということを指しているでしょうね。あとは更新また延長することの確約までもない場合、つまり更新もあり得るよっていう人で3年未満で更新されなかった、このいう人が特定流離職者1になるんだろうと思いますね。しっかり特定受給資格者と比較して、ここはしっかり理解深めておく必要があるかなと思います。でさらにその下に書いてあるのは、特定流離職者1と2の人で扱いが違うところ。特定流離職者2の人っていうのは、正当な理由のある、いわゆる自己都合退職の人ですよね。正当な理由があるというところが違うだけです。ここのところはね、1と2が一緒に扱われるところと、1だけ扱われるところっていうところをしっかりと全体を通じて整理しておくといいですね。つまり特定流離職者1と2で共通の話っていうのは、基本手当の受給要件の特例、あれは特定流離職者1と2、まあ、もちろん特定受給資格者もそうですが適用がありますし、あとは育児介護休業等に関する算定の特例、あれも特定流離職者1、2、あとは特定受給資格者、全部まとめた規定になってますから知っておいてください。これに対して特定流離職者1だけに適用される話、これが今だったら所定給付日数、ね、これもまあちょっと時限措置ですからね、変わることありますが、今現在で言うと所定給付日数が特定受給資格者と一緒、あとは個別延長給付の対象者、これも1だけですね。であとは地域延長給付、これもね、一応時限措置にはなってますが、地域延長給付も今現在はあります。あとはちょっと細かいですけど、特定就業促進手当受給者、これは再就職手当のところでね、ちょっと受給期間を延長してあげるっていうところですが、これは特定流離職者1に限るんですね。あと特定受給資格者とね、まあ大体特定流離職者1と特定受給資格者は一緒の扱いをすること多いですね。まあ、そういったところもですね、ぜひね、全体を通じてしっかりと分けられる必要があるかなというふうに思いますね。ということで今回は、ね、雇用保険の1回目というところで似たような概念がしっかりあるので、ちょっと整理していきました。こういった整理の視点をしっかり持ってですね、理解を深めていただければなというふうに思います。1回目は以上です。